イニシャル D ファーストステージ第24赤城の白い彗星見ていきたいと思います。多分凌介の車だったはず。白の FC 違ったっけな、なんかわかんないけど青のイメージがあるんだよな。なんでなんだろうな。前回びっくりした。ナイトファイヤー流れた、びっくりした。まあでもね、ケンタとのバトルは勝ったね。コイン入ってこうわーってぶち上がったね。楽しかったよ。いやー今回も楽しみなんでね、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやーそっか。でもね、なんかね、文太にね音電話があってっていうところで、よいしょ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。まああれがアニオリなのか、その原作の方であったのかっていうのはちょっとわかんないんだけど、まあでもそのね、カーレースの方よ。行動じゃなくてね、ちゃんとレース場で競う人たちの間でも有名なぐらい高橋凌介ってすげえんだなって思って。じゃ、文太見に行くんかな？なんかそんな感じだったんだな。でもね、次回予告でその文太が運転してるシーンっていうかそういうのはあったんだけど、実際に見に行くのかどうかはちょっとわかんないんだよな。これ今の、青ってでももう、マコとさゆきのあの白駅だけだったっけな。なんかわかんないけど、凌介が白のイメージよりも青の方が強いっていう。いやでもあの時白だったもんな。なんだっけ、速攻落としだっけ。あれやってた時さ、白じゃなかったっけな。なんで勝手に青に置き換わってんだろうな。本編開始。大丈夫？映ってない。高橋凌介戦。第20の赤城の白い彗星。白じゃん。びっくりした。180だ。エッチビデオ。好きだ。へえ。
へえ。へえ。見るんだ。高橋兄弟。そんなすげえんだ。出てんの？出てんの？化け物じゃん。やべえなぁ、もう3日か。ん？エッチだね。俺もわかんねえ。
これは本気の心配じゃないか、さすがに。すげえな。ケント。あ、名前が出てこん。前出てこ。マジで8623敵対視しとるよ。そんだけじゃあやっぱ86がすげえんだ。軽く流す。軽く流すとは。ちょっとだけ。お、ブンタの運転見れるじゃん。初めてじゃん。こっからなのに、おい、文太の運転見せてくれよ。いや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 。これから本気？おいってもっと見せてよ。手放しって何？え、下がったの？
なんか前あったな、そういえば。なんか馬力云々の話って。それなんかな。まあでもこれが行動最速理論なんだろ。アインシュタインの E イコールなんちゃらかんちゃらに。サタデーナイフィーバーになるやん。そっか、まだ当時は土曜も学校だもんな。見に行くんだろ。検事か。もうなんかまだ色でしか判別してないからな。白見たら FC って思っちゃう。やっぱ文太ってすげえんだよ。クレイジー文太。デンジャラス信号みたいに言うよ。文太の当時の走りを見たいんよな。いっぱいいんな。青。え？まこと佐々木もくん。うわあ、来た！久しぶり！相変わらずまだ好きなんだろ。え、ここで登場するっていうことはまだ今後のシリーズにも登場する可能性がある。楽しみやな。出てきてくんねえかな。コメントはしないでね。出てくるとしてもどうでしょうみたいに濁しといて、楽しみにしたいから。高橋兄弟だ。FC と FD だ。あれ三代目健太やんな。 S14 だ。四代目は知らん。てか白か二代おるけん、どっちがどっちかわからん。
あの赤いシャツ誰だったっけ、名前忘れんだよな。いや覚えてんだよ、あいつっていうのを覚えてんだけど。引退？はあ、ほう。アキラの八六。おお、来たね。本気出すじゃん。今まで本気出したことなかったんでしょ？まあ、本人はどう思ってるかわからんけど。噂ではね。噂では 50% しか出してないと言われているから。でも本気で行くって言ったからね。すーげえ。楽しみ。あと2話で終わるじゃん、マジで。ほんと、終わんないでほしいんだけど。いや、まだ続きがあるとはいえ。いや、でもバトルすんだな。とうとうよね、ほんとに。でも、ここで、まあ、高橋涼介に勝っても負けてもよ。まだ、この後のなんちゃらステージがいっぱいあるじゃん。そこで、じゃあ、まだいっぱい、なんだろうな、関東なのか全国なのかわからんけど、まだいろんな走り屋たちが出てくるっていうのを考えれば、またぶち上がることができるんだな。いや、でもそしたら関東最速の涼介をラスボスじゃなくても、このファーストステージの最後の方に持ってくる、って相当なんじゃないの？なんか最後の最後に戦うのが涼介ではない。なんか文太とかと走ったりせんかな。文太頭おかしいだろ。あのタイミングでハンドルを離すって相当じゃない。さすがにあれ、びっくりとかじゃないもんね、もう。こっちが死にかけてんだもんだって。ヒーってなって。強すぎるって。次回予告。終わるじゃん。終わるやん。どうしよう。終わっちゃうんだけど。やだ。うわ、始まるね。すっげえ楽しみだね。でもやっぱ文
たのその気持ちとしてはそのなんだ FC に対しても86で勝てるっていうのがあるんだろうな、まあ、匠の今までの豆腐の運んできたねドラテクがあればで俺がこうまた調整をしたこの86ならいけるんじゃねえかとは思ってそうなんだけどな。こんな面白いことある。いやっていうかマジでブンタの走り見てんだよな。クレイジーブンタ。デンジャラスシンゴみたいな。クレイジーブンタ。まあでもあの速度であの突っ込み方をするのはどうのこうのって店長も言いよったけど、やっぱそう考えたら今でこれだったら当時はもっとすげえことをやっとったっていうことじゃね。いやはやいやはや、アキナの86対赤木レッドサンズ改めっていうかまあ赤木の白い彗星戦い非常に楽しみですね。いやーよかった終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっております。フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらの方もぜひ。ということで、イニシャル D ファーストステージ第24話、赤木の白い彗星でした。ありがとうございました。奈良に。